さん、おはようございます。木下着物研究所おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は今ね、朝なんですけれども、着物を着て今日さ今から仕事ですっていう朝なんですけれども、いつものようにナチュラルスピードでちょっと着物を、それから家着なのでね、半幅帯を締めるところをお見せしようかなというふうに思います。では早速着物を着ていきますね。出かけるわけではないので、ものすごく急いで着るというわけでもなく、まあ普通のね、ナチュラルスピードで着ていきたいと思います。長襦袢はもう先にね、着ておりますので、着物をね、着ていきますね。今時期本当にね、このスーツの生地っていうのは、まあ汚れてもね、なんかメンテナンスもしやすいですし、着心地がすごくいいので、寒くなってきた秋冬っていうのの一番着る着物っていうのは、このね、男性のスーツの生地で仕立てるウールの着物になります。これまるで私の制服のように、着ている着物です。まあ絶対毎日着なきゃいけないわけじゃないんですけれども、着心地がいいし着やすいから、つい手に取ってしまう着物ということになりますね。でバチ襟なので襟合わせもすごく楽です。やっぱりね、広襟は襟周りをふっくら綺麗に見せてくれるのに対して、このウールのバチ襟の着物っていうのはね、私はすごく楽ですね。ただね、スーツ地の着物も着物によっては広襟で仕立てているので、まあ、物によってちょっとエレガントに着たいなーなんていうものは広襟で仕立てています。その辺はね、その着物の役割などによってね、変わってきています。家で着物を着るときは、まあ、帯なしのこともね、ちょっと調子がいまいちだなーなんていうときは帯を締めなかったりすることも多いんですけれども、まあ締める帯は半幅帯がやっぱりメインになりますかね。半幅帯がないと私の着物ライフ、毎日の着物生活っていうのはもう成り立たないかなって思います。っていうぐらい半幅帯必須アイテムですね。よいしょ。ひだを取っていきます。まあ家で着物を着るとき、やっぱりカルタ結びが多いですよね。フラットになる分、こう当たったりとかっていうのはね、ないので、帯が背もたれに、よいしょ、そういった部分すごく楽だな。ちょっと長く取りす、何も考えずにやっちゃったね。長く取りすぎました。中に入れます。まあ人にね、外に行くときに着物を着るときっていうのは様々気にしますけれども、まあ家なので本当にあんまり何も気にしてない感じ。今の手の取り方もそうですけれども、外に着ていくためであればもうちょっとケアをいたしますね。すみません。はい、では回していきます。で、お水を閉めて、で通常であれば、今日はね、割烹着、今ここにちょっと持ってき忘れちゃったので割烹着をつけませんけれども、通常であれば、割烹着をね、ここで装着、帯を締めた後にね、いつも割烹着をつけております。締めを合わせて、よいしょ。でこのね、帯締めがペロペロ出るのが嫌なので、いつもね、カルタ結びの時はこの羽の中に帯締めを入れてます。で最後に、おはしょりなどをね、ちょっと整理をしていきますね。よいしょ。半幅、まあ、基本的に割烹着着るので、まあいろいろ見えないっていうのもあるんですけど、シワっていうのはね、極力両サイドに寄せていきます。まあちょっと日々の着姿、通常の動画よりちょっとすいません、あまり気合が入らない着姿でございますが、本当のリアルの家で着ている着姿というのはね、こういう感じになりますね。でこの上から割烹着をして、今日はお仕事スタートということになります。たまにはね、こういう日常の姿っていうのもね、お見せしていこうかなって思ってます。
本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の日々の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。